皆さんこんにちは、女神クリエイター林ひろこです。この動画では2024年2月の数日をお伝えしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。また、2024年1年間の、数日の動画も別に撮ってますので、それも合わせてご覧になってください。はい、では2024年2月ですね。はい、当たり前ですけども2ヶ月目の数日になります。1ヶ月間ね、2024年過ぎて皆さんなんかどんな風にね感じておられますか？はい、で先月のね動画でもちょっとお話をさせていただいたんですが、先月はね9という数字が巡ってきました。なので、結構ね棚卸しだったりとか、何かこう終わらしたりとか、やりきるとか、そういったことが、テーマだったり、なんかこれは終わっていくんだなとか、なんかこれは手放した方がいいなっていうことが、社会を通してねなんかこういろいろ気づくっていうこと、そういうことが、皆さんそれぞれの中で起こったんじゃないかなっていうふうに思います。どんどんねそれこそ時代が変わっていくんだなっていうことをすごく体感した、そんなふうにね思った方もおられたと思うんですけども、で2024年の2月は1という数字が巡ってきます。はい、数字の中でね1っていうのはもちろんスタートの数字ですね。ですから何かしらいろんなことが新しく始まっていくとか、リニューアルされていくとか、そういうことがねすごく多く起こる一月になるんじゃないかなっていうふうに思います。またね暦の中でも立春が、2024年のスタートだっていうふうに捉える考え方もありますので、すごくねこう新しくなんかこうね、スタートするっていうようなそんなエネルギーに満ちた一月になりそうです。はい、ですので新しいところに行くっていうのはすごくねワクワクしたりとか楽しかったりとか、すごく新鮮な思いとか、そういうことをねたくさん感じられるとは思うんですけども、でも今までのやり方と変わるっていうところも、新しいところに行くっていうところの、特徴でもありますよね。ですので、あれ今までとなんかちょっと違うなとか、今までのやり方がうまくいかないなとか、なんか前はこうだったのになんかこんな風に変わったんだとか、そうやってなんかちょっと戸惑うとか、そういうことももしかしたら起こるかもしれません。ですのでなんていうのかな、そういうふうにこう新しい方向にこう、好奇心旺盛にこう、自分の心をこう、持つっていうことをすると、今月はすごく楽しく、なんか新しいこう、気づきだったりとか、新しい出会いだったりとか、なんかそういうことに出会いそうな、そんな一月になると思いますし、なんかこう前はこうだったのにとか、なんかこういうふうになんか変わるの嫌だなっていうふうにちょっと過去等をなんかこう引きずっていくような、そういう状態だとこう今月はね楽しめないかもしれないです。ですので、私って今までこういう思い込みがあったんだとか、やっぱりここにこう留まっていたいなって思ってたんだっていうふうにこう気づけたら、気づいた自分自身をこう褒めて、そして今立っているステージをこう楽しむっていうことをしていただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。ですので、なんか今までなんかこうあんまり興味がなかったのに急に興味を持ち始めたりとか、なんかこうあれ私なんだろうっていうふうにこう思ったりとか、あと逆に言うと今まで興味がなかったけどご縁がちょっとできたからちょっと行ってみようとか、なんかこうこの人に会ってみようとか、ちょっとやってみるとか、なんか違ったジャンルの本を読んでみるとか、なんかそういうことをしてみると、なんかこういろいろねこう広がっていく、そんな可能性のある月なので、ぜひね新しいこと、なんかこう生まれ変わる意識みたいなものを持って1ヶ月過ごしていただけたらいいんじゃないかなって思いますし、今これからどんどん新しくなっていくんだなっていうこの社会の景色をちょっと眺めてみるっていう、そんな風に見るとなんかこういろんな気づきが得られそうな、
そんな中月になりそうです。またね、2月ってね、いつもより日数少ないですよね。あっという間に過ぎると思いますので、一日一日を大切に過ごしていただけたらと思います。はい、そんな感じかな。参考にしていただけたら嬉しいです。またね、各エンジェルナンバー別の動画もアップする予定です。はい、今お話ししたのは、社会全体こういうエネルギーが流れるよ、だからこんな風に感じるかもしれないっていう風なことをお伝えさせてもらったんですけども、またね、個人個人の、皆さんが持っている数字がありまして、でそこでまた流れてくるエネルギーもちょっと変わってくるので、それもね、個人個人で合わせてご覧になっていただいたり、またね、ご家族や大切な人の、エンジェルナンバーのね、動画も見て、参考にしていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。そんな感じかな。ぜひぜひまたね、この動画を通じて、自分のね、生きるための、心地よく自分を発揮するためのヒントとして受け取ってもらえたら嬉しいです。それではまた失礼します。ありがとうございました。